グーテンタック、どうも、コミです。というですね、ジョーカスのパクリ。で、なんでこんなこと言うかというとですね、なんか最近、ドイツの言葉が流行ってるな、クラクラ界隈、ちょっとだけっていう気がします。ポンコスのボンクラっていうね、番組ドズルさんのチャンネルでやってますけども、そこで、ドズルさんがですね、グーテンモーゲンとグーテンタークをね、おっしゃっていて、ドイツ語の挨拶がなんかね、ちょっとにわかにちょっとこれは、広まりつつあるのかななんていうふうなのを感じてます。まあ、私ね、自分ドイツに住んでいながら、このグーテンタークは言ってないんですけども、まあ、ジョーカーさんが先にやってたんでね、それパクっちゃいけないだろうと思って。言ってないんですが、まあそんな感じでなんかドイツなんていうかな、のみなドイツに対する皆さんのねそういうなんか親近感が湧くとなんか僕も嬉しいなっていう風に思っているところで、まあ今日だけねグーテンタックって言わせてもらいました。はい、というところでですね、本日の話は回廊ですね。回廊を見ていきたいと思います。これ相変わらずまあ嫌な村なんですけども、でも実はですねイエティで簡単に取れるというのが本日のお話です。で、回廊をね取る場合にやっぱりポイントになってくるのはいかにして中央のタウンホールを壊すか。もうタウンホール12、13になってくるとタウンホールが一番ですね火力の高い防衛になっちゃうので、これの壊し方って本当肝中の肝ですよね。でそこに関して、どうケアするのかっていうのを見ていきながら、イエティの回し方をねちょっと参考にしてもらえたらというふうに思います。で、これですね、まずは、グランドオーデンのオデヒーから始める。これがですね実は今回の、攻め方 の特徴というか、肝です。前にですね多分これかなり再生されてる動画で、サキペテさんがですね女性 YouTuber のサキペテさんが、これをですねこんなような感じの攻め方、紹介されてました。まあ、その場合っていうのはグランドウォーデンのオデヒーでこうサイドカットをしていきながら、なんてこの場合で言ったらですよ、この場合で言ったらここがグランドウォーデンですよね、オデヒ。こっちから投下兵舎を打っていって、でイエティを、真ん中からこうね、流してタウンホールに向かわせるっていう、まあそういうね、攻め方を紹介されてましたけども、僕ね、それ多分結構タイミングも測らなきゃいけなくて、割とね、事故率も高いのかなっていう気が、まあ、します。で、特にこういうふうに中央にあんまり施設が入ってない場合っていうのは、中央にユニットが入った瞬間、全部四方八方に散っちゃうので、かっこ撃破されちゃうっていう、まあリスクもあるわけですね。で、そうさせないための方法っていうのが、まあ、今回紹介するこのパターンです。ですね、こんな形で今回まださんライトニングで、この相手のクラン城のところを壊していきましたね。で壊していって、サイドカット、さらにここ、こんな形でここをね、グランドウォーデンを使ってこうやっていきましたね。でそうすることによって残った、施設の形っていうのはこう L 字が出来上がっているので、ここにイエティを流し込んでいくっていう感じ、こんな風なね攻め方を取っています。このままこういくのかな。でタウンホールはどうするかっていうと、はい、中心部に入ったイエティですね、こいつで処理していくんですね。で、中央のイエティたちっていうのはなんでイエティなのかっていうと、これ別にね中央でタウンホール壊したと散ってくれて構わないんですね。散ってくれて、その散ったイエティたちがミニイエティ放出しながら散っていくので、無駄死にはしないわけですよ。これうっかりですね、中央に入れるのがそのバルキリーとかになっちゃうと、タウンホールが壊れた瞬間のダメージで吹っ飛んじゃうとか、あとはその、仮に吹っ飛ばすに当分とかで回避ができたとしても、壁打って終わっちゃうとかいうことになっちゃうんですけども、今このイエティっていうねユニットがいるので、タウンホール12、13においては、中央のタウンホールのケアにイエティを使う、これは結構、定石になるのかなというふうに思います。で、そうすることによって最終角までこうイエティたちがガンガン歩いていくわけですね。ミニイエティがこんだけ残ってて、ヒーローがしっかりですね4人とも残ってる、まあ、という状況を見るに、まあ、この攻め方でおそらくこの村の取り方は正解だったっていうのが、わかるかなと思います。クロークも残ってますしね、かなり余力のある、全開アタックになってるのかなっていう気がします。ポイントはやっぱりグランドオーデンのオデヒーからの、イエティで中央を、突撃艦ないしはその、突破兵器別のものでもいいんですけどもで落としていくということですね。まあ、使うならウォールバスターか突撃艦がいいかなと思います。あんまりボマーとか使っちゃうとね、確かにその到達するまでのアドバンテージはでかいんですが、防衛施設壊してくれるんで、うっかりテスラが入った瞬間終わっちゃうんでね、それは、気をつけた方がいいとこかなと。まあ、この2個、ウォールバスターか、突撃艦がいいんじゃないかなっていうふうに思います。ですね、あと2本ちょっと見てほしいなというふうに思うんですけども、2つ目に関しましては、これですね。ですね、
これも成功パターンをちょっと見てもらってから1個ね、失敗パターン、こういうのには気をつけた方がいいですよってところをちょっとお話しさせてほしいと思うんですが、秋風さんですね、こんな感じの、村をどう壊すかっていうやつです。で、これに関してはライトニングは持っていきません。持っていかずにですね、クローンの呪文を持っていってますね。で、どう使うかっていうと、タウンホールのこの周りにここに使っていきます。中央をやっぱ突撃艦でケアするっていう考え方は、さっきの1本目と変わらないんですけども、今度はそこに、マルチインフェルノとかがこう、ね、壁にこういやらしく囲まれてあるんですね。でこうなってきちゃうと、タウンホールまで届いた、イエティとかが、中央の、マルチインフェルノとかを残しちゃうケースがある、ね、残しちゃうと、それが外周回っているユニットを延々とこう打ち続けてくるので、もうそれだけは避けたいわけなんですね。なので、クローンを持っていて、そのイエティたちを増やすことによってしっかり中央の防衛を崩していくという形にしていきます。で今回のケースでいうと、もうこれ壁際全然ね、ここに防衛がそんなないので、グランドウォーデンを使ってしっかりこの区画をがっつりと削っていきます。こんな感じですね。でクエイク一発使ったのはこれ時短です。グランドウォーデンの、攻撃力、高いようになったとはいえ、そうは言ってもね、アーチャークイーンほど高くはないんで時間かかっちゃうんですよね。そうすると仮に全開まで行けるルートができても時間切れで終わっちゃうっていうケースがあるんで、それを防止するためにこうね、クエイクを使ってグランドウォーデンの、この区画のカットっていうのを早めているというところですね。さらに突撃艦を当てていって、ここですね、はい、タウンホールのところでしっかりとフリーズを打ちつつの、クローンの呪文を使って一気にここを落としていきます。で、このままあとイエティのミニイエティを使って相手のマルチインフェルノタワーをこう落としていくという形ですね。で、外に回ったイエティっていうのはもうそのまましっかりここからですね、ガーッと最終三次方面まで U っていうね、字を描くような感じでこうぐる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 回っていきます。で後ろからヒーラーがついて、このイエヒーっていう形に関しては、めちゃくちゃ、そのですね、伸びが期待できるので、今回もその例にね、たがわずがっつりね、イエティたちが0時で進み、後ろからヒーラーが0時に乗っかってもっと回復させるというね、このいい感じの相乗効果で前に進んでいってますね。もしね、もうロイヤルチャンピオンの、スキルも残っているし、ストライカーもいるというところで、ストライカーいい仕事してますね。結構ロイちゃんがっつりこう削ってくれて、もうこのままあとはもう惰性でそのまま前回までいけるという絵が描けますね。今回のこのスケルトンは多分ここで使うように持ってきたのかな。相手のバーバリアンキングとロイヤルチャンピオンがいたので、そこの、ターゲットを取るのに、スケルトンの呪文を考えてたんでしょうね。予定通り使えたというところではないかなというふうに思います。スケルトンで対応取ってからのストライカーで、本当は多分、ロイヤルチャンピオン落としちゃいたかったんでしょうけど、ちょっとそこは、ストライカー1体じゃ足んなかったというところですね。2体いれば足りたかなという気がします。はい、というところですね。ポイントはこれも同じです。くどいんですけども、ここ、グランドウォーデンのおでひで削るというところですね。どこだ、グランドで、これか、グランドウォーデンのおでひと、あとクイークを打っていって、この領域の、施設の体力を下げると、ホデヒーの加速ですね、をすることによって時短を図るっていう形。でさらに、削り終わったら、この削った部分をこう、うまいことを使って、イエティを展開ぐるっと回していくっていう感じですね。で、中央に関しては、しっかり突破感を当てていくっていう、こんな形のケアをしていくわけですね。で、ちなみに今回のような、形の村であれば、さっき言った、投下兵舎を使った、イエティラッシュでもいけると思います。中央にそれなりに施設が密集している場合っていうのはそっちの方がいいですね。むしろ、今のそのパターン、もう一回このアタックちょっと、失敗例として見ていただきたいんですけども、ですね、もっと中央に施設が固まっている場合の、なんていうの、その、回路配置。の場合にはよいしょ、喋りながらちょっとやるとミスりますねすいません。これ以上に施設が固まっている、この中に投石機がね、この辺にこう入っているとかいう風な場合っていうのは、今の突撃艦イエティだけじゃ削りきれなくなっちゃうので、中央にイエティを流し込むっていうのが有効です。その外周に主力の施設がいっぱい固まっているのか、それとも、中央に固まっているのか、そのどちらかによって、さっきピテさんが紹介されている中心にイエティを流し込むパターンを使うのか、それとも外周をイエティ回すパターンを使うのか、どっちかを使い分けるといいと思いますね。
で、今回のケース、これですね、会長さんの謎取りだったんです、実は。なんですけども、このね、本当は謎取りのプランがすごく優秀だったんで、これで取れてほしかったんですが、残念ながらですね、どえらいことが起こっちゃうんですね。これ初見なので、当然。当然というか、これ初見なんですよ。初見なので、ここまではね、いい感じにカットができて、さあ、これからイエティ行くぞ、おいおいおい、というところなんですけども、まあ、ちょっとね、まあ、一つは、グランドオーデンがあさっての方向に行っちゃっていて、イエティ出す場所が悪かったっていうのが一つ、まあ、問題としてあるんですけども、こんな感じ。もうちょっとね、これイエティを出す場所をですね、グランドオーデンの近くにすればよかったですね。で、最終的にはこう、グランドオーデンが届いて、なんていうかな、イエティたちの方に向かっていくんですが、ここにテスラが3本ねこう生えてきちゃったおかげで、グランドオーデンが体力を削られて序盤にトームを使わされちゃったんですね。で、そのおかげで全てのプランが多分これ崩れていって、最終的には、ミスにつながってしまったんじゃないかなというふうに思います。この部分でもやっぱりね、中央にフリーズ、クローンの呪文からのイエティっていうね、このパターンは、会長さんがね、やっている、この、なんていうのかな、方法をそのまま、さっきの秋風さんが真似しているので、まあ、その効果は実証済みですね。レイジを使っていきましたけど、まあ、レイジがなくても多分行ったっていうのは、まあ、2本目かな、の動画で見てもらった通りなんですけども、まあ、いずれにせよですね、ちょっとグランドオーデンがもう、序盤早々起こってしまったがために、イエティたちの体力、その、増幅効果っていうのが失われてしまって、イーグル砲の着弾をガンガン受けて削られちゃったっていうのがね、今回の残念ながらのポイントだったかなというふうに思います。まあ、なのでですね、グランドオーデンのお出来する場合には、2つ注意点があって、1つは、主力を出す場合にあんまり遠くに出さないことですね。近くに出してあげて、ちゃんとグランドオーデンがそっちにこう歩いていくような、距離感っていうのをちゃんと掴んでおくことが一つ、まあ、重要なのと、まあ、二つ目っていうのは、テスラに注意ですね。特にこういう回路系の配置って、こういうスペースに、まあ、テスラがね、どこに入ってくるか、入ってくるポイントいっぱいあるんですね。こういうところにもこう入ってくるし、こういうところにも今回ね、実際入っているように入ってくるし、ここにも入ってますよね、こんな風に。なんで、こういうテスラが入ってきた場合の隙間にですね、どうしようかなっていう、カットが不十分になっちゃうと、当然イエティたちが逸れちゃったりするんで、しっかりカットはしておかなきゃいけませんのでね、その辺っていうのを考えながら、出来の場所っていうのを、こうね、決めてもらうといいのかなと思います。今回の会長さんの例で言うと、お出来でここ削っちゃいましたけども、ここじゃなくってここ削るようにすれば多分良かったのかななんていう気がしますね。ちょっと削る場所が残念ながら少し悪かったかななんていう風に、まあ、少しですね、見てて思いました。はい、というところでですね、本日回路配置の壊し方、話をさせていただきました。まあ、今回みたいにですね、この程度の、火力が中心に集まっているぐらいの配置であれば、外周イエティがずっと回すのがいいと思います。ただ中の中心部分ですね、今回言えばここの部分にもっともっと施設がいっぱいある場合、まあ、例えば投石機があるとか、相手のババキンがいるとかね、ヒーローがなんかいちゃってりする場合っていうのは、ぜひね、サキペテさんが出しているその、中央にイエティを流し込む、パターンの回路配置の取り方、この動画をね見てもらって、その方法をまるっきり真似てもらうとおそらくうまくいくんじゃないかなというふうに思います。まあ、この2つの方法っていうのが、まあ、イエティを使った回路の取り方としては、基本になってくるかというふうに思いますので、よろしければぜひぜひ、試してみていただければというふうに思います。というところで本日、動画を終わりにいたします。よろしければグッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。またですね、関西クラクラクラブ、皆さんぜひね、遊びに来てもらえたら嬉しいです。お待ちしておりますのでよろしくお願いします。では、本日この辺りで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。